愛知声優七本いってらっしゃい、高柳さんだ。本日はですね、こちら、前回、ギアトリンガーと、ギアダリンガーをね、紹介したと思うんですけど、まあ、こちらのアイテムの、こっちのアイテムのやつを、こっちに、もう入れることができるんですけど、まだ音声確認してないんですよ。ということで、確認していこうと思います。ギアダリンガーの方に入っていたギアをギアトリンガーに入れたらどういう音声がなのか確認していきましょうか。原作品も続くのか。これも変わんない。じゃあ反対に入れてみよう。6人目だから確かにニューヒーローなんだよな。うん。それは間違いないわ。千番。あ、嘘や。じゃあ次このリッキー入れてみましょうか。ただのアーレンジャーですね、これは。なるほど、この2つを入れたら、先般と19番になるわけです。では、ギアダリンガーの方に、こちらのね、方を全部入れていこうと思います。ギアダリンガー回せ。全開これは変わらないね。なら逆もやってみましょうか。前回を乗り上がった。すげえ。じゃあ次、ジュラン入れます。
これもしかして残り4人全員一緒なんじゃ。やっぱそうなんじゃない？検証結果としてはギアトリンガーの方にツーカイザーとリッキーの目のギアを入れたら1000番と19番になる。ギアダリンガーの方にギアトリンガーの5つのギアを入れたら全カイザーと戦隊ギアになるという検証結果になりました。